どうも皆さんこんにちは。背中からこんにちは。あれ動かない。ちょっと待って。動かなかったわ。どうも皆さんこんにちは。水色です。本日はですね、また武器を紹介していこうかなと思うんですが、あのね、いくつかこうなんだ、解説というか攻略系動画を何本か撮った合間にね、まあ、紹介したくなるわけですよ。もう武器がかっこよすぎて。で今回ですね、ちょっと紹介しようか迷ったんですけど、若干のネタバレを含むので、まあ隠し行くんですが、まあ気になる人とか以外はご視聴を控えた方がよろしいかと思います。ということでね、こちら大丈夫、本当にこちらラスボスの武器となってます。はい、今日はですね、これがもうね、とにかくやべえというところでですね、いかにやばいかをまずちょっとご覧に入れようかなと思います。いきます。はい、やばくねえすかこれ。ここまで。右下の経験値にご注目ください。そしてこの波状攻撃、これやばくない？白金の議決はいらんねん。あの頭くれ、頭見て、この無残な姿を。この剣の波紋が通った後にはもう残るは残骸のみってやつですな。ということでですね、本日ご紹介するのは、神の意見というね、もうまさにといった名前になってます。まず、体験。戦技が黄金波。消費 FP がですね、50という、だいぶあの破格な FP になってるので、ここちょっとネックかなと思います。あのバン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 打てる戦技ではないかなというところですね。そしてですね、攻撃力が物理271、性が175というところでですね、能力補正が筋力 D、技量 B、進行 C と。で、必要能力値が筋力14、技量24、進行22という感じになっております。自分のね、ビルドですと、技量がかなり低いので、全然あの乗ってないのがよくわかると思うんですが、おそらく技量がね、60ぐらいまで来るとかなりの大火力になるんじゃないかなと思います。こちら、技量が P なんでね、筋力 D しかないんで、自分筋力60なんですよね。まあでもね、今見てもらった通り、もう、戦技がべらぼうに強いわけよ。これはね、何でも使える。雑魚処理はしっかりだし、あとは何でしょうね。いろいろ使えるっつって、何でしょうね。でもたまたまじゃないな。あとはですね、対人においても、敵が来ました。バッて撃てば勝手に広がってくから。結構避けるの大変だからね、これね。味方と、例えば、まあ、相手が戦ってる時に自分が一発ボンって打てばもう引き殺す。もしくは、敵対の時に入ったとして、相手が NPC、モブとかと戦ってる時に、こいつを後ろからスパーンって打ったらもう引き殺せるというね、なんかロマンを携えた武器でございます。で、説明ですね。永遠に死ぬことのないはずの神の遺体から生まれる剣と。これはですね、ぜひストーリーをね、すっ飛ばしてもし見に来た方がいたら、まあ皆までは言わないですけど、本当に感動的なね、感じのラストだったので、この武器の過程とかもですね、ぜひ、見て、楽しんじゃってくださいよ。で、専用戦技は黄金波。剣身に王子の黄金を宿し、放つ戦技。黄金の波は前方扇状に大きく広がり、あらゆる敵をなぎ払うと。これがですね、なんとも、完璧な戦技でして、ちょっと実践してみるんですけど、例えばね、この今一番美味しいと言われている、まあ、経験値化石場、これ通常1分ぐらいかかるんですよ。自分も紹介したんだけど、1分ぐらいかかるやつが、まあ、プラス9なんでちょっとワンパンではないんですけど、赤いやつに限ってはこれ2発打つだけでか、あの祝福戻って、何秒だ、30秒かかってないんじゃない、20秒いくかどうかぐらいで、この経験治療ですよ。とんでもないよね。そしてこの光る剣、まあかっこいいですよね。まあ、振りは体験なので通常ね、そんなに変わりはないんですが、まあもうこのね、戦技が全てを占めちゃってるわけですね。通常の攻撃力を上げたければ、どっちかというと技量補正戦士にならないといけないというところが、まあ唯一自分みたいな感じのやつはネックなんですが、いやーかっこいい。はい、って感じでね、敵がいますと。敵がいました。さあ、これを撃てばもう、一網打尽よね。はい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 。そして、はい、ちょっと強そうな敵来ましたね。戦いたくないぞと。
はい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 、どんなもんじゃいと。もうね、たまらんでしょこの戦技は。やっぱね、重い武器なんでね、こういうなんだ軽い敵に対してはもうすでになんだアドバンテージが取れてしまうっていうところもまあでかいとこなんじゃないかなと思います。で、今回のねこの武器神の一剣なんですけど、通例通りですね、この指読み円矢から買うことができます。追憶からですね、このエルデの追憶という武器じゃないアイテムを使うことによって、このマリカの土もしくは神の一剣を選ぶことができます。でね、自分は2個買ってもいいなと思ったんですけど、まあ、とりあえずねかっこいいこっちを選択したという感じですが、こっちもね面白いんですよね。ちょっと使ってみようかな、こっちも。これも使ってみるか、使えるかな、俺使ってみよう。さあ、ということで急遽ですね、ちょっと急遽使ってみようかみたいなノリで買ってしまったんですが、まあ、せっかくね位牌増やし、追憶増やしたんだったら買わないとねもったいないですからね。まあ、ラスボス武器公開と、まあ、これ土のあれだね、種類なんですね。土に見えないけどね、これマリカの土、黄金砕き、そして物理が101、性が65、これ初期値ですからね。で、能力補正が筋力 D、 技量 D、 進行 D、 まあおそらく進行と筋力あたりが土なんで少し伸びて C か B ぐらいまで行ってくんないとね、ラスボスの武器ですからね。で、必要能力値が筋力20、技量12、進行19といういたって平凡な武器になってますね。狭間の外、まれびとの地で作られたという石づち、リングが砕けた衝撃で仲間壊れており、ルーンの破片が食い込んでいるってのはかっこいいですね、これね。ふわりと跳躍し、ルーンの破片に光を宿し、それを空中から思いっきり叩きつける戦技、ラダゴンの英雄的王だ。こんな感じの見た目ですね。ほうほうほう、あー、なんか刺さってますね、確かに。うわ、しかもかっこいいな。まずちょっと通常の殴り見てみようか。通常普通だな。え、なんかさ、これガード関係なくない？ガードちょっと重いな。あー、ガード貫通はないですね。ガード貫通してんのかと思った。まあ普通かな。そんなにこう、あの遺跡の体験でしたっけ、さっき紹介したあのベラボーに強い体験とかよりはエフェクトに至っては普通ですね。まあ要はね、戦技ですよ。なんだって、ふわりと浮き、なんちゃらかんちゃらって書いてました。いきます。はい、ふわりと浮いた。うわ、なんだこれ。おお、マジか。ちょっとかっこいいかもしれん。で、1回だけと。あ、なるほどなるほど。おー、まあまあの範囲ですね。ちょっと敵も面食らっちゃってんじゃん、どうしようみたいな。はい、若干スーパーマーつく感じだね。まあでも初期値でこれだったら強いのかもしれないな。ただやっぱ土にしたってちょっと短えな、これは。こっちも一応範囲攻撃判定はあるでしょうから、ちょっとやってみましょうか。ドン、まあ、こんな感じですね。盾構えてなければ初期値でも一撃というあたりはまあまあ強いと言えるのかな。ただね、やっぱ自分紹介したかったのは神の意見なだけあって、神の意見のインパクトにはちょっと劣るんじゃないかなという感じはありますね。まあ、戦技自体は非常にユニークで面白いんじゃない？いや、こういうゲームのさ、やっぱり戦技、ボス戦技って、いかにこう、見た目かっこいい、もしくは超強いかの、どっちかを求めますからね。せっかく買ってなんか、拍子抜けだなっていうと、ちょっとね、どうしても、やるせない感じになってしまうけど、まあ、これやったらいいんじゃないですか。かっこいいっすよ、ほら。なんかちょっとビジュアル重視な感じはしますけどね。まあ、いいんじゃない、悪くはないと思いますよ。まあ、でもこいつに勝てんのかいっていうところがもう問題ですよね。あれよ、これには勝てないんじゃないですか。はい、って感じですよ。はい、ということでですね、今回ボスの武器というところで非常にかっこよくてね、
生かした戦技だったので紹介してみました。まあ、ぜひねこちら目指して、エルデンリング最後まで頑張ってみてください。まあ、今やっぱこの武器の買うメリットとしてはレベリングが非常にはかどるっていうとこぐらいなんですけど、まあ普通に強い武器ってたくさんある中で、まあ特化した戦技ではあるのかなというところで自分は気に入っております。ということで今回は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。ミシュでした。バイバイ。